内にビンゴできなかったら罰ゲームでーす。あと1時間ちょっとしかない。どうですか。残念です。お願いお願いお願い。罰ゲーム決定。うわあこれやるビンゴビンゴビンゴ。宿取ってあるんです。歩いて3時間半かかる湯又温泉を、ね、皆さんにご紹介したいと思います。これ見て。おーおーおーすげーすげーさあということでですね、温泉に行く、はい、ここは入り口ということなんですか。その温泉までの七倉山荘っていうところですね、はい、七倉山荘。なるほど。ここからなんかねどうもタクシーに乗っていくらしいです、はい、え、ここはタクシーに乗って楽じゃないですか。高瀬ダムってとこまで行くんですよ。そこから3時間半そこから3時間半いらっしゃい。車からだから何もないと思うけど、そういう風に行かせてください。こちらからですね、タクシーで。本当入っちゃうんですね。ちょっと、開いた。開いた。あんな入ってくの？すげえ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 。真っ暗なんですけど。うわ、すげえ。うわ、すげえ。ここは確かにある。すごいな、これ。さあ、やってまいりました。このダム。はい、行きましょう。うん、すごいよねこのダム。これなん石で作ったんでしょ、うん、石で作ったダムでは東洋で一番でかいらしい。うわうわすげえこれマジ。これが、はい、劇団スカッシュの旅ですよ。うわーい。9時24分に出発して僕らは、はい、果たして何時にセーラー層について、さらにはその後奮闘球まで行けるのか。いやー楽しみですね。その奮闘球っていうのが、はい、あの天然記念物に選ばれてるんですけど。さあまずは第一関門突破でーす。そろそろ疲れてきたな。あ、わかる。いやーところですね。いやお前もう帰りたいって言ってただろうよ。シンプルで素敵なところです。あ、こんにちは。もうダムから川へ。あー、ほら景色変わっていいや。綺麗。さあ、わうわ、気づかなかった。超綺麗だな。これもうジーンときちゃった。あつやさん今ジーンときちゃったんで。ちょっとごめんなさい、時間ください。はい、ベンチがありますね。どうですか、4.5 キロ歩いてきたわけですけれども。はい、信じられない。なはい、行きましょう。山道に入りました。はい、山道。どうぞ。熊よけに。いってらっしゃい。ワイ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 。ずっとそれで行くんだろうな。いやいや、いっぺんに来いや。ワイ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 。それで最後まで行くんだろうな。ワイ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 。ねえ、こんな道なかなかないね。そろそろ皆さん疲れてきたんでしょうか。わいわいわいと休憩がてら沢の水を。ゆうやさんどうですか。おいしい。さあ山になってきました。おお。コードがある。みんなサイン書いてこ。あ、いいですね。素晴らしい。テランス、あと50分じゃん。50分じゃん。あ、50分って結構あるよ。あと50分。まだ50分だ、あるんだ。どこまでも歩けされる。それがこのサラリーマン。すごく良かったですよ。アホの探検隊みたいな感じで。温泉見せたいんですよ皆さん。温泉見せたいです。もう入りたい。歩きましょうよ。はい、頑張ります。あれぬるっと休みましたけど。あれ行かないですか。いや、なんか休憩所らしいです。ああ、そうなんですか。枯れちゃった。あ、面白いな。枯れちゃった。羨ましい。あの顔面白いの。あの顔面白い。あの顔面白い。え？あ、見えてきた。
あれっぽいですね。あれ見えました。こんなところにどうやって作ったんだろうね。一人ずつお願いしますということで、とインドだ、インド式の手裏剣をされつつこの景色を見ていただきましょう。やってきました。この家どうやって建てたんだろうね。さあ着きました。こちらが湯又温泉青蘭荘さんです。さあ小休止をしまして、いいですね、はい、それから奮闘球に、奮闘球16分少々で見て、はい、そこで自分たちでまた、なるほど、まあ、作んなくて先人が作ってくれてる風呂があるんで。ああなるほど、の湯が、の湯が。でさ、その奮闘球っていうのが言ってたその天然記念物、天然記念物、はい、あすごいすごい、どういう大きい大きいおっぱい、いやそれ何カップぐらい、何パック、何パック、ダブルゼータ、ダブルゼータ急にガンダムになっちゃったよ。じゃあ奮闘球行きましょう。いや行ったこと、あールンルン、はいルンルン、奮闘球までルンルン。わあすごい、すごいね、こんな上流に作ったんだね。すごいわ、すごい。水門の横を通り抜けて目指すは奮闘球。すごい、すげえ、ちっちゃい神社みたいなのあるわ。わあ本当だ、祠があります。達也さんの後ろには祠が見えます。あれは何の祠なんですかね。さあ祠でお参りをしまして、僕らが渡ってきた吊り橋があれですね。ロープっす。ここはロープを使って降りるみたいです。やったやつだ、頑張ってください。さあコーディネスが、おーおーおー、コーディネス危ない。あーすごい硫黄の匂い、おならしたくない、すごいですね。湯煙、湯煙、え、おお、ほんとだ、ほんとだ、これもお風呂になってるじゃん。そうだ、ちょっと触ってみましょうか。気をつけて、大丈夫だ、あっつ、あっつい、ここにはあっつたよ。だってあそこもうすごいね、泡だ、マグマだよ、マグマ、下から泡が、ほんとだ、温泉が湧いております。初めて見たわ、すげー。いやここまで本当大変でしたよ、3時間半ここまで本当に大変でした。今思えばバンガローが取ってあると言われ、ふざけんじゃねえよ、ふざけんじゃねえよと思いつつも、歩き始めた今日の朝ここまでたどり着いて、お気持ちは今どうですか。いやもう辛いっす辛いすごい、うわすごい、お湯が噴き出してます。あーん奮闘球、あーんどうですか、ゆうやさん、トレーニングにたどり着きました。奮闘球でーす、すごいですね。出てんの下からっぽくない、どんどん、あれ全部お湯ですよね。いややっぱね、行かれたほどおっぱいの形、いや本当ですね。俺の奮闘球もちょっと触ってもらいたい、ね、なるほど。それでもその前にさ、ちょっとあらっか小林さんのそのまあいいや、奮闘球はその下ネタやめなさいあれとそっくりなのかな、どうなの。下山できなくなるんで、はい、行きましょうか。じゃあお風呂入りに行きます。さあ遠くの方には奮闘球も見えます。あったけー、うん、あったかい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 、結構熱い、熱い部分ある、熱い部分ある、だってこっちは川ですよ、中田さん。でも足湯には、足湯にはちょうどいい、いい温度、これはね、3時間歩いた甲斐がある。なるほど、本当に天然の露天風呂ですよ、達也さん。すげえ、こんなあったかい時にさ、何がいいって、景色、そうそう、景色、こうだと、大パノラマ。足は超冷たい、足は超冷たい、そして体はあったかい、体はあったかいと、こうね、あったかいお湯がね、こう流れてくるんですよ、ずるっとね、いいですね。はい、あちらの温泉堪能しました。さあ戻ってまいりました。ちょっと違うのもやばいんで、はい、お蕎麦いただいて、はい、すぐ戻ろうかな。タオルこれでしょ、はい、こっ
ちらを視聴者プレゼントになりましたいと思います。いや、いいですね、ショータル君君で、いただきます。うわ、おっそう、うん、ぎゅめなかわいく食べましたね。あ、うまい。頑張って戻りましょうか。はい、あ、こちらが青蘭荘さんでした。さあ、頑張って帰りましょう。あ、みんなでゴールテープ開けろね。みんなでね、そう、テープないでゴールテープ切ろうね。ゴールテープ最後まで頑張ろう。はい、ゴールテープだ。あれ切っちゃいけねえぞ。みんな気をつけろ、流れね。あがらの右を、ほぼゾンビだね。ほぼよく歩いたね、こんな。いや、本当だよ。ありがとうございました。ありがとうございました。ビンゴの旅 in 長野ということで、秘湯巡りでしたけれども、ビンゴは惜しくも失敗しちゃいますね。そうですね、悔しい、それが悔しい。ビンゴやれなかったからさ、一応言っとこうか。こう書きました、せーの、ビンゴいやだからビンゴはしてないですから。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。もうあと、もうちょっと見てくれたらプレゼント動画が、あ、そうだ、ありますね。俺たちはここから6時間かけて帰らなきゃいけない。そうなんです。入れるのかな。じゃあ、はい、せーの、登録してねー。にんにん、ありがとうございました。またね、美味しかった。ありがとう、プレゼントクイズの詳細です。ルールは簡単。今から一つクイズを出題いたします。そのクイズの答えが分かった方は、下記の応募フォームに答えを記入して送ってください。その正解者の中から1名様を抽選で選ばせていただきまして、プレゼントの方を送らせていただきたいと思います。今回のプレゼント方法はですね、青蘭荘でしか買えない貴重なこちらのタオルにですね、サインの方を書かせていただきまして、送らせていただきたいと思います。それでは問題です。前回の旅で八方温泉の野湯をね、探すために僕がいくつかそのヒントを出したんですよ。そのヒントの中で3つ目のヒントは一体何だったでしょうか。答えの分かった方は書きの応募フォームに、書いて送ってください。それではたくさんのご応募お待ちしております。今回も最後まで見てくれて本当にどうもありがとうございました。これからもよろしくお願いします。今日はゆうやとカズカです。やろうか。